八八松本チャンネル、よいしょー。はい、始まりました。今回はですね、実はいつもと違います。というのも、今回はですね、2023年 B リーグ開幕戦テプスカップ、実はですね、今スタート、全て終わりました。選手の方はもうフライト完了しております。で、今回はこの冠スポンサーテプスさんに来ていただいてですね、これから、しっかりとあのこういうね、新製品が、2023年の新製品が、出るので、でもね、一番 の、 あの2023年の新商品はこの僕でーす。ということで、よろしくお願いします。それでは2023年 B リーグ開幕戦テプスカップミーティングを行います。本日ですね、多くの方にお集まりいただきありがとうございます。トーナメントは一般の釣り人の方優先、一般の釣り人の方優先、その中での競技をよろしくお願いいたします。エリアは全国。はい、それでは B 開幕戦フライトをスタートします。はい、35番上村選手 OK です。36番田中選手 OK です。37番野尾選手 OK。何番、エントリーナンバー何番やったか。34番、三浦選手1本です。1本、おお、すごい。ふぅー、尻尾くるりん。おお、ちょっと、ちょっと待って、これやばいやばいやばい。え、3本、3本。これはどうぞ、行っていいでしょう。頭から行ってください、ね、頭から。これこれはもしかして、これはやっちゃったパターンじゃない？うわ、これ、じゃあ最後反対側に頭入れちゃってください。これ、嘘。これ逆側に、そう、あと、お、3本？2本。吸ってますね。はい、オッケー。おーえー。細い。ガリガリすね、これ。すごい。シャローです、これ。いや、これ、おろしも。おろしも。ふぅー。ポン。おお、でかい。すごい。はい。行きましょうか。船本選手、何番でしたっけ、エントリーナンバー。41です。41、船本選手。はい。おお。抜けても。頭下にが、下な感じで。はい。おお。おお、さあどうだ。15番森選手一
本でかいよ。口の中なんか入ってません？大丈夫？バスの口の中大丈夫？オッケーですね。はい、オッケー。これでかい。頭上で、下で、ごめんなさい、頭下で。冠がデプスカップということで、デプスサポートプロの藤井なるプロと林陸プロに、司会の方を任したいなと思います。皆さん拍手でお出迎えください。よろしくお願いします。マジで？ちょっと触れてるんです。今日はデプスカップということで、はい、僕らちょっと釣れませんでした。はい、ゼロ食らいました。すいません。すいません。一本かけたんですけどね。僕も一本倍だけあります。ああ、わかりました。はい、ちょっと気合いちゃってすいません。そんな感じでした。はい。はい、いや、でも、ね、20… ね、20… めっちゃ釣れてるっすね。うん。10人ぐらいかなと思ってたんですけど、はい、釣れる。そこに入りたかったですね。入りたかったですね。はい。じゃあ。ちょっとリコ君漢字読めないらしいんで申し訳ないです。いきます。5位、杉山陽次様 4585g。 おめでとうございます。さっき名前読んじゃいました。5位です。あ、そっちで5位、そっち、4位、こっから5キロ台です。5370g 釣られました。葛西選手、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、ドキドキしてあるんじゃないでしょうか、この人は。5940g、中選手。おめでとうございます。あんだけ釣れへん言うてたのに。いつものやつですよ。試合の立つんねんな。2位、7415g。船本選手、ありがとうございます。一個強いですね。それでは B リーグ第1戦優勝ですね。1位なんと 8865g。 ロイデヒロユキ様、これすごいです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ぶっちぎってますね。素晴らしいです。お、はい、それではインタビューですね。5位の、はい、杉山陽次選手、はい、4585g ということで、どちらで釣られましたか？釣ったのはおろしもで2本。あ、もうその、釣ったのはおろしもで2本釣りました。リグはミドストで、2本ともミドストで、1本はハンプの上のエビもについてるやつで釣って、でもう1本は、岩の上についてる5メートルぐらいの岩の上のをミドストで通したら食ってくれて、今ずっとプラで釣れてなくて、なんかまぐれで2本釣れて、今日はラッキーでした。グーは魚出しちゃったんですか？じゃなかったです。じゃなくて魚は使ってるんですけど、今日は違うやつで、レイドさんのなんかレイドさんのビドスト用の、ちょっとリアルな、そう、目ついてるんです。はい。なんかレイドジャパンさんのワームやったんです。はい。何グラムぐらいのやつでやられたの？2.5g ですね。お、はい、シューティングって感じ？いや、シューティングとかじゃなくて、はい、まあ、そのエビモのパッチ、残りパッチと、はい、この岩の上、はい、ただ、まあ、なんとなく狙ったら、はい、あれ、釣れたぞみたいな。魚は結構いる感じやった。なんか、うん、穴の中にはなんかポロポロ映っとる感じだったんですけど、はい、はい、で、まあ、なんとなく回ったら釣れましたっていう感じです。はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。初代だ。はい、あ、良い、酒井さん、5370g。
はい、おめでとうございます。 ありがとうございます。今日のパターンとビジネスの、メインで入ったのはこの浜です。この浜のハンプ絡みを、スタビルっていうジグと、あとアントライオンっていうワームにちょっとラバー刺した、まあ今流行ってるやつっぽいやつで釣りました。はい、それはシューティングで。シューティングじゃない、あのシューティングではないですね。映ってるのは見えますけど、ちょっと距離を取って、はい、ブラインもうほぼブラインドに近い感じで、はい、結構固まっていた感じですか、群れで。いや、あのね、ハンプの上がりかけにいてるやつがポロポロっと映る感じで、そんなに群れでいてる感じではあんまり動いてもなく、そうですね、ポツポツと 2,3 匹ぐらいでいてるようなやつを、もう上がりたいってなってるようなやつを探して釣って行きました。で、あと、ジグヘッドワッキー、ボーワームヌードル12インチのジグヘッドワッキーでも1本釣れたのと、はい、あと最後帰着後10本15分ぐらい前かな、天神川沖のエリー跡についてるやつを、またそのアントライオンのラバーつけたやつで、はい、釣って入れ替えして4本で、僕も今日そこやったんですけど、ね、はい、で、4本釣って入れ替えして、以上です。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。すごいです、4本。大きい声で、大きい声で、ちょっと、はい、大きい声で。これはちょっと根掘り葉掘り行きたいですね。じゃあ、なんけど5900ぐらいでしょ。5900、はい、5900、どんな感じで捨てこられましたか。ですね、何でしたっけ、GoPro がちょっとあんまり調子よろしくないんで、朝一箇所目もう映ってないんですそこ、それがね、片田じゃないです、どこやったかな、小琴港の、石積みを、そこ入ったんですけど、 GoPro 映ってないんでこれどうなんでしょうって感じですけども、それ1投目に来ました。でそれが1700で、坂又のミドストですね。で、次にで、その後、まあ、GoPro ちゃんと動くようになって、どこやったかな、もう南エリアのもうど真ん中ですね、そこで、坂又のミドストと同じくですね、で4キロが来たって感じです。もうその2倍でかけですね、ご覧です。そのシャットは5インチですか。5インチの、色はね、リザーバーシャットが1本目かな、2本目はゴールデンシャイナーですね、はい、で同じく、全部ジグヘッドはもう 2.6 ですね。一応 1.8 と 2.6 と 3.5 と 5グラムの、まあ、差を全部もう別で用意してたんですけど、結局 2.6 ばっかりを使用した感じですね。結構5インチの方がやっぱり今日は風強いしやりやすいですか。まあ普段からもう5か6しか使わないんで、4はもう考えてないんで、まあ何回やったらこうかなっていう感じで、僕ちょっと4ばっかりやってたんで、ちょっと5も取り入れてやってみます。おめでとうございました。どうぞ。2位の船本さん、7415g、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。朝自衛隊の沖ぐらいに浮いてありましたね。そうですね、結構近くに、はい、まあ、釣ったの全部周辺なんですけど、はい、もう全部シューティングで、でもう10匹とかの群れをもうひたすら探して、結構ウィードに10匹ぐらい出てましたね、はい、僕も朝一若干水をそれ食わせて、はい、それちょっとバラしちゃったんですけど、はい、どういうリーグで釣らはったんですか。ミドストとネコリグ、ネコリグと、はい、で4本釣ったんですけど、はい、3本がミドスト、はい、1.3g の、フィッシュローラー、レイドジャパンさんのフィッシュローラー4インチのミドスト と、はい、
ネコリグがプロ選考の 1.3g、はい、になりますね。結構そのシューティング近い距離で狙ったんだけど、結構そうですね、ライブスコープで言ったら 10m より離して12ぐらいですかね、はい、結構今日ボトムの方に魚映ってたじゃないですか、はい、ボトムスレスレを結構引いてきてって感じで、なんか日によって変わるんですけど、はい、ボトムにべったりの時って釣れなくて、はい、僕のイメージなんですけど、はい、ちょっとボトムより浮いてるやつの方が口結構使ってくれて、はい、それをもうずっと探してやってました。で、ネコリグも一緒、スイミングで。ネコリグはあのウィードエッジの壁にバスがたまに釣る時があるんですけど、はい、そういう時はまあ、バスより向こうに投げて、はい、ウィードを壁にして食わせるという感じで釣ってました。結構技ありな、技ありなんですかね。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。1位のトイデさん、はい、8865g ですね、はい、エリアとリグと本数と教えてください。はい、ああ、行きますか。あ、今日はありがとうございました。あの楽しく一日過ごせましたんで、運営の皆さんと選手の皆さん、本当に今日はありがとうございました。で、釣れた場所とかなんですけど、僕はもう今日一日この浜でもうやりきりました。まあ、風強くてちょっと怖かったのと、あんま点々とするよりも、まあ、じっくりの方がいいんじゃないかと思って、この浜で3本ですよね。釣りました。それはこの浜のどういった春節とかですか。あの春節絡まないところのボディウォーター沿いでした、はい、のウィードパッチを狙ってたんで。そうですね、あのハードボトムとかですかね。最初あのその辺り一体スイムジグずっと巻いてたんですけど、もう全然当たりなく、で僕ライブスコープとかがちょっとついてないんで、あのまあ、鳥を追いかけてスイムジグ巻いたりですね、あの周りのボートのフィッシュアラームを参考にあのちょっとあの点々としてたんですけど、まあ、それで結局あのミゾストで3本釣りました、はい、それはもうほんまに結構連発して釣れたって感じですか。いや、連発しなかったですね。単発で拾いながらって感じ、はい、スイムジグ巻いてる時に良さげやなと思ってるとこでミドストをやって、また違うとこでやって、でまた違うとこで、グアの煮つかったはたりですか。グアのビローラの4インチ。4インチ何グラム。 1.8g ですね。結構今日聞いてたミドストのチョークが出てますよね、うん、他は肝とかってあったりするんですか。なんか肝、これ全然僕の力じゃなくて、はい、今日あのバイト&ネクストタックルネクストさんでちょっと一本いい竿を勧めていただいたので、まあ、それ買ってですね、あのそれで頑張ってこいと言っていただいたので、もう本当にその竿で3本釣れて勝たしてもらったようなもんなので、あのすごいいいお店やなと思いました。今日パーカー着て行けって言われたんでパーカー着てるんですけど、あのあ、ありがとうございます。で本当にあの皆さんのご指導のおかげであの釣れたかなというところでした。ありがとうございます。ここもあの今日さらにイーサーをライドシェイキングエルみたいな、もう今日のルアーにピッタしないと。どっち使うかですね。はい。でこれすごいですか。これすごい。Bリーグ優勝者限定で全身整体サービス券。それやばいやつ。やらしいやつ。小言で、小言で。じゃあ、ありがとうございます。いや違います。森山のところですね。あ、森山のところ。あの釣り好きなね。はい、僕も行ったことあります。あ、本当ですか。で、ちょっと陰部とかこう触られたりなんかして。まあ、それもちょっとあったかも。あったかも。あんのかよ。怒られる。そういうのじゃない。そういうのじゃない。そういうのじゃない。ああ、残念です。残念なの。陰部言うとこない。じゃあ、優勝者の特権でシャンパンファイト。じゃあ2月のシャンパンファイト。